そう。隠れられそうなところはどこかな。なんだけど、空飛んで移動したいよね。はい。でも、やめといた方がいいですよね。ああ、敵に見つかっちまったら元も子もないからな。使いそうになっちゃう。暇我慢しないと。強そう。僕でもなんとか勝てそう。強そう。穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。強そう。僕でもなんとか勝てそう。Yeah!
かを見せてやる。空を飛びたいとこだけど、今ダメだ。敵に見つかっちゃう。修行の成果を見せてやる。なんだけど、空飛んで移動したいよな。はい。でも、やめといた方がいいですよね。
んなとこで、いつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ごはん見たか？はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんなやつらからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。ブルマから連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと、6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中、ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は？さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。俺、そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ごはん、なるべく木を押さえながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。さんたちの村があるんでしょうか？多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。ごはん、分かってるな。はい。被弾や武空術は控えるんですよね。そうだ、敵に気づかれちまうからな。
あのチビ以外にもかなり強そうなやつばかりだ。どうすればいいんだ。どうしましょう。やつらにドラゴンボールを集められたりしたら大変なことになるぞ。ピッコロさんたちも生き返れなくなっちゃう。奴ら、何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クックックック。そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。なっ。ほっほっほ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると、次はその子供が死ぬことになりますよ。なんて奴らだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ。子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者で。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げるんだ。はい。さあ、しまった、スカウターが。
これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろ。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん。まともに戦っても俺たちじゃどうしようもない。完全に切れてやがる。そんな。結構。やった。やった。どうや。プレタス。どうや。そんな。結構。タス。ドドリアさん、捕まえなさい。目一杯飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ、ヤツの方が早い。追いつかれる。そうだ、ごはん、この子を頼む。あ、はい。俺の方を見るなよ。でも食らえ、太陽拳。うわっ、目がやった、うまくいったぞ。ごはん、隠れるんだ。え、はい。おのれ、どこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの。デンデ。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺ならやつ一人くらいやれる。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんな。はっ、うん、今はドドリアを仕留めるのが最優先だ。
ザコどもが。ビジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければ、なんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしく。そのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所も分からんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所が分かっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。分かったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことより、なんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことをスカウターで見たんだろう。俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を覚えた。さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。覚悟しやがれ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。ガリックホー。
貴様の自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。ちくしょう。何を言う。さっさとかかってこい。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺は遥かにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。マリック砲。自慢のパワーも生きていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。やりっこ法。やりっこ法。俺を このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分に向かっ腹が立っただけだ。うわあ、フリーザ様。
リーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよあんたたち。のんびりだって。ん？な、何その小型のピッコロみたいな子は。ひょっとしてナメック星人っていうやつ。はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか。孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが。やったー、キャッホー。悟空のナメック星到着まであと6日。悟空よ、聞こえるか悟空。あれ、ん、お前一体そこはもしかして宇宙か。そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったんか。ナメック星じゃとんでもないことが起こってんだぞ。とんでもないこと。まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。お前もよく知っておる4人がな。まさか。みんなお前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。てめえだけ強くなっていくのはこの俺様のプライドが許さないからだ。あと1人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなをここで修行させるためにな。すげえ、よかったな。ほらも今ナメック星に向かってんだけど、100倍の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな、話してみろ。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回る奴がいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。さあ、そいつは聞いてねえけど、海王様は知ってんか。
悟空よ。もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。やつの怒りを買えばとんでもないことが起こる。お前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたら、あいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな。あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちはそういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち、今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょう。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん。ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられ、フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。やつを仕留めてやる、ドドリアのようにな。やっ、ふん。
今の俺ならザーボンなど敵じゃない。この調子でフリーザの腰巾着どもを片付ければドラゴンボールを奪うチャンスは来る。やってられんな。まあこんなもんだろう。この俺にかかれば釣りなどこんなものだ。やってられんな。まあこんなもんだろう。この俺にかかれば釣りなどこんなものだ。はっ、
雑魚どもが。アウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？俺のものになれ。フリーザに勝ちチャンスが必ずやってくる。愚か、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだな。そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うん、ぼれやがって。ロックホー。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。
裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです、あの家に。あれか、ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる、いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。過去？なんと過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですがおそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところであなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことにまだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさかそんな力なんて残ってませんよ。今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ。
やあ！力が吹き出してきた！すげえ！あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。ドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの午後がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はっ、ベジータが村を襲っているって言ってた。その方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった。あいつ村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ね、あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は全然感じない。